紋別信用金庫は2009年11月まで存在し、北海道紋別市に本店を置いていた信用金庫。紋別市を中心とした西紋別地区一市三町一村を中心に営業活動を行っていた。その他、北見市と旭川市、名寄市にも店舗を設けていた。北見市、網走市、縁軽町はそれぞれ地元に本店のある各信用金庫 指定金融機関としているが、門別市の指定金融機関には東金庫を指定していなかった。東金庫を指定していた自治体は滝の上町、おこっぺ町、大む町、西おこっぺ村がある。縁軽町に本店のある縁軽信用金庫は門別市に支店を置いているが、東金庫は縁軽町などの縁軽地区に支店を置いていなかった。また、有別町も支店は、 未進出だった。2009年3月3日、東金庫が北見信用金庫と合併すると発表。北見信用金庫が存続金庫となり、同年11月24日付で北見信用金庫に合併され、約60年の歴史に幕を下ろした。北見信用金庫門別支店合併後はすべて、北見信用金庫の店舗として引き継がれると同時に、四が店については、 店舗名の解消が行われた。スポーツ振興区事等選挙の払い戻し点は、門別市幸町4丁目の本店のみで取り扱う。ありがとうございます。